はい、どうもハリウッドでございます。本日はですね、オンラインマチコンの必勝法というのでお話ししたいと思います。この間ね、2回参加してきました。2時間間1つのやつが2時間で、何人さ、5、6人ぐらい連絡先交換できたかなっていうのがあるん でそれで注意点がありますし、でこうすると連絡先を教えてもらえるよとか、まあ会うっていうところまで本当は行かないといけないんですけど、まあ僕がこの間やったやつは、そうですね、地域が違ったんで、僕は九州ですけど、相手側が関東だったりとか、まあ、東京勢が多かったんですけど、今からオンラインマチコンは結構来ると思います。めちゃめちゃ可愛い子と出会えるみたいな、普通に合コンするとか、合コンで行くとか、マッチングアプリ探していくよりもオンラインマチコンで顔を合わせてちょっと喋って LINE 交換して仲良くなってチャンスあれば会うっていうのがちょっとスタンダードになるのかなと思ってます。この 1,2 ヶ月が多分期間限定だと思うんで、まあ、その間にね、もういい思いたくさんしたろうっていう方向けでござなので、ぜひね、面白いと思ったらチャンネル登録と高評価ぜひぜひお願いします。はい、ということですね、必勝法ですね。必勝法というか、何を勝ちというかっていうのを探るときに、 LINE を交換するというのは勝ちになります。一応会うっていうのが前提なんですけども、15分ぐらいしかだいたい喋れないんですよ。で、15分でこの人と会いたいなって思わせるのは無理なんで、そもそもが。なので一番大事なのは、とにかく LINE を交換することです。LINE を交換して、可愛い子、自分の好みの子と LINE を交換したっていうのが勝ちという限定ということにさせていたので、それが必勝法というところになって、で、あとはその LINE で知り合ったら、あとはそうやって、こうやって会ったりするみたいな。で、そういうのは他の LINE テクニックみたいな、動画とかで、ね、たくさんきっと他の探してみたりとか、本で探したりとか、ブログで探したりとか、YouTube で探したらあるんで、そっちの方につなげてもらえればいいと思うん で、とにかくですね、まず2パターンあるんですよ。オンライン、僕大体オンラインマチコンでやるパターンっていうのは、自分が部屋を作って女性とか男性に来てもらう。だから自分がホストかな、自分がの部屋に来てもらってみんなと喋ってるって、でどんどん抜けていって入れ替わりするタイプ。あともう一つは、他の人の部屋に自分が入っていくパターンがあります。だからまあ例えば A 子ちゃん、 B 子ちゃん、 C 子ちゃん、この A 子ちゃん、 B 子ちゃん、 C 子ちゃんが可愛いとするじゃないですか。で、 A 子ちゃんが例えばチャット1ルームに入ったら、そこに行って A 子ちゃん喋ります。で、 B に行ったら B 子ちゃん喋ります、 C に行ったら C 子ちゃん喋りますみたいな感じなんですよ。で、それで、それぞれ喋って、だいたい10分か、15分くらいしたら、ちょっとそろそろ場所変えようかみたいな感じの雰囲気になるんで、その時に連絡先を教えてくださいっていうのが王道です、一応。で、これで一番すごく大事なことが、なるべく長く喋ってるっていうことが大事だと思ってるんですよ。とにかく例えばさっきちょっと言ったみたいに、途中の部屋で入ってる途中で、例えば僕と女の A 子ちゃんっていう、君子ちゃんみたいな、まあ、可愛い女の子と2人喋るってあるんですよ。顔合わせてね、合わせて喋ってる時に、で、この子もやっぱ他の人も可愛いと思ってるから入ってくるんですよ、男の人が。で、それでまあ男3女1みたいで結構喋ることがあります。で、その時にやっぱ後から入ってくる人は僕ちょっと不利だと思ってるんですよ。で、基本的にそこで僕が部屋作ってて、女性と喋ってる時に後のタイミングで男性が入ってきて、で、それで連絡先交換しようかっていうのは、女性の中のタイミングで10分か15分のはずなんですよ。で、たくさんの女性もたくさんの男と喋りたいなと思ってるんで、できたら自分が部屋を作って、で、それで来てもらった女性と10分か15分くらい喋って、で、それで女性の方に、今日何人と喋りましたみたいな、まだちょっとあんま喋れてないですね、それやったらまたせっかくなんで他の人とも喋ってみた方がもしかしたらいいかもしれないですねみたいな感じで言って、で、それで、それやったらもしよかったら連絡先交換しましょう、 LINE で教えてくださいっていうのが一番いいです。理想、多分これが一番理想だと思います。で、それで LINE ID を教えてもらったとしても、できたら LINE ID を聞き出してください。これ、自分の LINE ID を教えて、で、もしよかったら打ち込んでくださいって、これ来ないです。まず来ないです。そもそも来ないです、これは。これダメです。だから、自分の LINE ID を教えるんじゃなくて、相手の LINE ID を聞き出してください、基本的には。で、もし相手が LINE ID を教えたがらなかったら、あ、わかりました。ありがとうございます。じゃあ、また機会があればいいです、正直。自分の教えても、あんま意味がないですね。どうしてもワンチャン、その気持ち的に聞きたかったら、自分の ID を教えて、もしよかったら、後で連絡くださいみたいな、でもいいですけどね、それでも全然いいですけどね。まあ、できたらそう、
相手の聞き出すという形で、聞き出す理由としても、あの他の人とのところの部屋に行って喋ってみたらどうですかみたいな、まあ、それで残る人も、いやいいです、私ここは楽しいんでもうちょっと喋りましょうって言ってくれる人はそのままずっと喋ればいいんで、で絶対に誰かが言います、誰かが言います、 LINE ID 交換しましょうと。だいたい自分が言わなくても男の人がまあ 3,4 人とかかな、1対1で喋ってる時は自分が言わないといけないんですけど、だいたい男の人が、男の人、まあだいたい多いのは男3女1か、男2女2みたいなのが多いと思うんですけど、自分が言わなくても勝手に誰かが LINE ID 交換しましょう、だいたい言ってきます、だいたいは。ですけど、あの好みの女性がそろそろちょっと出ますって言ったら、誰も LINE ID を教えてって言わなかったら言いましょう、それは。はい。自分、それは言った方がいいです。とにかく、LINE ID を教えてくださいっていうタイミングをしっかりと使、たどり着ければ大丈夫です、一応。はい。で、そのためには清潔感が大事ですね。清潔感と、あとはまあカメラの映像とかですかね。あとはサムネです。はい。サムネをかっこよく、かっこいいサムネをね、一個作ってて、で、なんかシュッとした男前のサムネ。で、それもちょっと加工してもいいと思うんですよ。スノーまでの加工じゃなくてもいいんですけど、ちょっとシュッとして、なんか美肌にして、で、それでやってたら、で、部屋作ってたら結構来ると思います、そもそも。で、これも年齢がネックなんで、そもそもですね。僕は37なんで、37歳でやってたら、やっぱ大体同世代の女性が来るんですよ。で、なんか20代とかと行きたいなって言ったら、29とか、まあ30どうだ、30前半ぐらいまでだったら、24歳、25歳の女性とかも部屋に入ってきてくれると思うんで、だからまあ若い男性がかっこいい写メを作って29、28ですっていうのをやってたらもう入れ食いっすね、正直。女性がどんどん来ますわ。はい。なので、でただそうやって、あのまあ30中盤です、30後半ですみたいな人たちにとってはちょっとあのまず20代は捨てないといけないですね、そもそも20代の、あの女性は捨てて、で自分に相手してくれる女性を選んでしないとちょっとしんどい思いするかなと。変な希望を選んだりとか、例えば22歳とか24歳の女性を追いかけて、まあ、喋っても相手されないんで、そうなるとなんかまたあいつ来たわみたいな変な空気が流れたりするんでね、まあだからそういうのはやめていきましょうって感じですね。もうとにかく、うん、男がジタバタ動くよりは、まあそういうのもありですね。あの自分の部屋作ってて全然誰も来てくれなくて、あの他の部屋に行ってなんか、あ、こんにちは、来た、あ、どうもですって言って、いや、部屋作ったんですけど誰も来てくれなくて、ここに遊びに来ましたって言ったらこれだけ人笑い取れますから。まあそんなんでいいかなと思ってます。はい。またね、必勝法ができたら、皆さん教えようと思いますし、リアルに会ったりとか、まあ一応連絡先交換した女性と今ちょっとやり取りはしてるんですけど、まあちょっとね、遠いし微妙なのかなと思ってるんですけど、またね、あの感づいたこととか気づいたこと、テクニック集があったらね、教えたいと思うんで、楽しみにしていてください。それでは、バイバイ。また楽しみにしてください。